えー、日本の大学入試で筆記の一発入試が疑問視されることがありますが、外部の検定等をもっと導入すればいいのではないかと思うんですが、よく頼いますか僕もそう思います。例えば、英語に限って言えば、英検順位を取れば共通テストとみなし慢テストするような措置が取られたりします。英語に限らず、すべての科目で実施すれば一発勝負というので避けるようなものですが、お気を向けください。例えば、アメリカの大学に入学したいという時って、トフルという試験を受けるんですけど、トフルって2ヶ月に1回ぐらい確か日本でやってて、あのどの月で受けてもあの自分の最高得点を申告すればいいというシステムなんですよね。 なのであのたまたま風邪ひきましたとか体調悪いでしたっていう時には、まあ、あそれはダメな点数なんですけど、自分の体調がめちゃめちゃいいと時の点数を出せばいいっていう仕組みなので、なので僕もそっちの方がいいんじゃないかなと思うんですけど、多分利権の問題が絡むんじゃないかなと思いますけどね。あの結局その、例えばじゃあ、早稲田大学とかって、確か受験生10万人とか来るんですよね。で、それがじゃあ、そのトフルで受けられますとか、英検で受けられますって言っちゃうと、あの1人当たりの受験料3万円がもらえなくなっちゃうんですよ。 いやその早稲田大学で受験するっていうだけで、10万人から3万円もらえるんですよね。なので、30億円だよね。っていうぐらいの額なんですけど、それがじゃあ、他のトフルとか教クとかでいいですよってなると、その試験受けるわけでもないのに3万円取れないよね。1万円でじゃあ、申し込みで1万円だよねみたいになっちゃうと、もうそこで20億円とか飛ぶわけじゃないですか。なので、結局、その金儲けのためにやってるんじゃないかなと思いますけど。はい、だ国,だ国立大学とかだからそういう意味では別にあの他の資格を併用するっていうのをちゃんとやればいいんじゃないかなと思いますけどね。